アドナイスセナです。おいしーす。本日はコントを撮影する予定ではあったんですが、放送作家でサーファーのケントくんが今日は波がいいからということで、中止になりました。まあ、このチャンネルは雨が降ったら中止とか、波がいい日は中止っていう、そういう天候に左右されながら、ナチュラルにやってるチャンネルなんで、そこは全然構いません。納得はしてます。ただ、何もしないのはもったいないんで、一人でカメラを回し始めました。そこで、まあ、心のしこりと言いますか、まあ、三四郎の相田さんとの間にちょっと誤解というか認識のズレがある状態でして、まあ、向こうサイドからは、迷惑系 YouTuber と、罵られたままになっちゃってるんで、このしこりを今日はちょっと解消したいと思い、ゲリラで電話かけさせてもらいます。出ないか。あ、もしもし、お疲れ様です。今ちょっとダメです。あ、今ダメですか？今何されたんですか？今ちょっと収録終わりで。ああ、そうなんですか。あ、すいません。ちょっとかけ直させてください。ちょっとダメです。すいません。いやいやいや。なんか。本当に一番ダメです。さよなら。はい。後でかけ直していいっていうことになりましたんで。今ちょっと一番ダメな時にかけちゃったんで。収録直後。スタッフさんとの挨拶をされてるときに、バツネバイスからの電話を取っちゃったみたいで、少しご機嫌は良くなかったです。あ、もしもし。お疲れ様です。まずは、この前、オールナイトニッポン、お疲れ様です。そして今収録お疲れ様です。ちょっと5分10分お話よろしいでしょうか？ありがとうございます。手短に5分いただきました。今外ですか？ああ、ですか。ちょうどよかったです。はい。ああ、いえ、お話少しできるなってことで。はい。ちょっ大と、したようじゃないでしょ。あ、いやいこや。の間も大したようじゃなかったし。いや、結構今回ガチっすね。その解散？いやいや、違う。いやいやいや、前回、告知してくださいってお願いしたじゃないですか。その時に、相田さんのチャンネルの方で拝見させていただいたら、迷惑系 YouTuber と呼ばれてましたよね。僕のことを。はい。え？あれ、じゃ、あれは、じゃあ別件の人だったのかな？はい。そういう認識でした、自分は。相田さんが自分から。あ、でしたか。え、別件の迷惑系 YouTuber に絡まれてたんですか、じゃあ。非難とか大丈夫でしたか。一応こっちでは止めてはいたんですけど、ファンから。お怪我ありませんか。心配でした。全部大丈夫ですか。ありがとうございます。ご心配だったんでよかったです。あ、そして僕のことを迷惑系 YouTuber とは言われてなかったんですね。どうしました？あれ？大丈夫ですか？電波ございますか？すいません。あ、いえいえ、終わりじゃないです。終わりじゃないです。あ、じゃあ、手短に。まあ、それはじゃあ、すっと、なんか、ちょっと誤解が解けたっていうことで、もう一個ちょっ
とシリアスなお話にはなるんですが、その間す、あ、違います。解散はしないです。もう僕一人なんですよ。解散っていうか、はい。まだ俺、その、相田さんの中ではコンビなのかもしれませんけど、そうなんもう3年一人っす。はい。忘れられないよね。俺らのコンビをすか。それだから、あの、海外行ってる間、やっぱり、はい、ね、愚直に日本で待ってた男だからさ。いや、ちょっと、胸に来ますね。はい。あ、その頃の内田さん見てくれてたんですか？見てる見てる。マジっすか。なんか。営業の時に言ってたから。え？一人で？営業の時に、そうそうそう。2週間、3週間行っちゃうから、その間一人なんすよって言ってたから。なるほど。うん、何か、その、シンパシー的なものを感じられたりしてたんですか？うん、いや、別に。何にもないけど、あ、かわいそうなやつだなと思ってたんですか？いやいや、かわいそうっていうか、愚直だな。愚直だなと思われてたんですね。いや、今も元気にしてるんで。あ、で、そこの信号のところで大丈夫です。あ、ちょうどお家に、あ、全然、お支払いしちゃってください。あ、じゃあチケットでお願いします。はい。すいません。はい、ありがとうございます。え、終わり？あ、いえ、え、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、違います。あの、終わりのお疲れ様ですではないです。あの、まずは、お家に到着されたっていうことで。あ、ありがとうございます。ありがとう。はい。はい。あと、一点よろしいですか？はい。あの、タクシーの、ごめんなさい。ちょっと、その、配分が下手で、もう、最後なんで、これ、あの、YouTube で、録画させてもらってまして、よろしいですか？いやいや、わかんない。俺はいいけど。あ、全然、後で。あ、全然、その、許諾とかは、はい、あと、ちょっとお願いできますか？後で。全然、緩やかに。急ぎではないです。タバコ？タバコは吸ってないです。なんでですか？俺、前もタバコ吸ってるって言われたんですけど。なんでだろう？吐息？あ、俺、肺少しやってるんで、変な空気の抜け方してんのかもな。ご心配には及ばないやり方です。少しタバコで炒めてしまって。まあ、タバコは吸ってるんですけど。はい、今は吸ってないです。はい。あ、お帰りになられましたか？え、めちゃくちゃ急に遠くなったんですけど、声。はい。帰る。あ、あれ？お部屋は入られてない？あ、ちょ、ま、入ってない。あ、ちょ、はい、あ、え、30秒だけ大丈夫ですか？え、お部屋はちょっと厳しいってことで。もし、よければ。いや、部屋ね。はい。部屋猫いたよね。ああ、猫ちゃんとももしよければ、一瞬だけ絡ましてもらえたらいいな。あ、ちょっと、すいません。ダメです。あ、今日は猫ちゃん NG ですか？誰なんですか？だから、間は。その、二人の、隙間にいるのは。はい？ごめんな。ま、じゃあ、ます。はい。あれ、電波急に悪いっすね。相田さん？これ、多分、3G に変えられたか。電波が、変な電波の切れ方してる。失礼します！すいません！急にすいません！ということで、電話は
つながったのですが、うん。まあその迷惑系 YouTuber と罵られたということの真意は、うん、わかりませんでした。うん、かわされたって感じもするし、うん、まあ俺が思い違いをしてちょっと誤解してしまったっていう可能性もなきにしもあらずなんで、まあそこはもう皆さんの、うん、直感とかをコメントとかでお聞かせください。そこで咀嚼して自分の中でも、うん、着地させたいなと思ってます。真相はちょっとたどり着けませんでしたが、うん、一旦この件に関してはお休みにさせてもらいます。寝かさせてください。うん。おやすみなさい。